7月19日日曜日、時刻は夜8時を過ぎました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。わっしゃい、ザ・ランページの山翔です。そいやそいやそいやランページの吉野奥斗です。よろしくお願いします。はい、ということでここからは、ザ・ランページのランペ飯を、はい、1時間の生放送でお届けします。はい、お願いします。いやいやいや、わかるかなこの緊張感。やばいっすよね。えぐいぞこれは。もう聞いてるってことですもんね。いやもうこれがだからもういろんな電波でこう流れてるってわけですけど。やばいな、緊張するわ。まあ僕たちね2人でやっていくわけなんですけど、はい、まあ僕たちはね、あのザランページというグループ、あのタイトルにも入ってますけど、はい、ザランページというグループで、あの軽くね、あのここから自己紹介をね、そうですね、させていただきたいなと思います。はい、はい、僕たちザランページ from EXILE TRIBE は、EXILE さんとかが、所属している LDH、のアーティストです。ダンス&ボーカルグループで、メンバー全員で16人もいますね。はい、その中で僕、山本翔吾なんですけど、まあ通称山翔なんで山翔と呼んでください。僕山本翔吾はパフォーマーとしてダンスを、踊っています。通称ですね、あの岡山のテクニカル桃太郎と。もうこれ、あ、もう一本一本一本いらんからこれ。あ、もうやめて。はずいやつ。もうねこれね6年前とかのあだ名っていうかね、通り名だからちょっとね今もう封印してるんですけど、なぜかねこれ掘り出してきたんですよ。ちょっと黒歴史入ってるわ。今ねもうスタッフさんから桃太郎頑張ろうっていう、本当に半分ねちょっとこうディスられてるんですけど。はい、ということでまあ1時間ね僕は頑張っていきたいと思います。はい、ということで福ちゃんお願いします。そして、ザランページボーカルを務めてます吉野奥斗です。まあメンバーとかにはですね、まあ北ちゃんとか呼ばれてるんで、皆さんぜひ、うん、まあ、北ちゃんでも北斗でも何でも呼んでください。はい、そして、最近では役者の方も活動させてもらってまして、先日7月10日に映画私がモテてどうすんだも公開されたんで、はい、皆さんぜひそちらの方もね見に行っていただけたらなと思います。はい、はい、いいですね。はい、まあこの番組がこう決まって、まあさっきも言いましたけど2人で、はい、で北ちゃんとかラジオとかそんなに、いやそうなんですよね。え、まあ山翔さんはなんかブログとかで、あ、そうね、なんか1人でラジオやってるじゃないですか。うん、でも俺は、うん、もうトークも苦手だし、なんで俺みたいなだったんですよ。まあでも、ね、でも、まあ、うん、山翔さんとのその、なんだろうな、ギャップが、確かに、ね、面白いな、うん、面白いと思うんで、まあ、ちょっと成長していけたらなと思います。はいはい、まあね、もう僕ら本当にそういう、今も言ったようにね、もう初めましてっていうか、ね、仕事するのないんですけど、はい、まあそんな二人でお届けする、本当にお祭りだということで、結構こう、はい、アップテンポでずっと行きたいと思いますのでね、はい、皆さんぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。お願いします。はい。はい、ちなみになんですけど、うん、今日ラジオなのに、いやカメラが入ってるんですよね。それな、はい、マジでそうなんですよ。なぜかと言いますと、こちらはですね、TBS ラジオさんの YouTube チャンネルでこのラジオの収録の様子を、収録というか生配信の様子をね、はい、YouTube で生配信してることで今これ映ってるよ。映ってるよ。やばい、これか。あ、これがホクちゃんか。これホクちゃんね、はい、これが僕ね、イエーイ。はい、まあ珍しいですよね、ラジオをこうやって、はい、まあ、映像という形で、まあ、生配信するということで、まあ、はい、この夏飯と題しまして、途中でねこうご飯を食べたりとか、はい、試食をしたりというねコーナーもありますのでね、皆さんにどういう料理を食べてるのかというか、そういうね風景も皆さん見れるということで、はい、ぜひそちらもねチェックをお願いしたいのと、TBS ラジオのねホームページにリンクがあるので、そちらを、ぜひ見てくださいということで、まあ YouTube ではこう音楽がかからないので、はい、そこだけご注意をということで、基本は、ラジオとかね、ラジコのアプリとかラジオで聞いていただければなと思います。はい、さてこっからいよいよ本題ですが、はい、北ちゃん、はい、あ、一番大事なところよ。そうっすね。じゃあちょっと気合い入れて言っちゃっていいですか。はい、番組のテーマの発表お願いします。はい、本日のテーマは夏飯。やばい、これもういいんちゃう、はい、いいんちゃうこれ。そう、ということで夏飯ですよ。はい、番組の冒頭でね、すごいこれからなんか戦いが始まるんじゃないかっていうぐらいのナレーションがありましたけど、はい、TBS の石井アナが録音してくれました。めちゃめちゃいい声、はい、かっこいいね、うん、ありがとうございます。まあこれから本格的な夏がね来るということで、まあこのコロナの影響でなかなかね外に行ったりとかも、はい、そういうレジャーを楽しむことも、難しいということで、
でもやっぱり夏はね、1年の中でもお祭りの時期じゃないですか。そうですね、ということで、ハイテンションで楽しみたいということで、そこで僕たち、はい、何かいい案がないかと考えました。そうですね、もうこれなんですよ。飯を充実させれば、はい、家の中でもテンション爆上げで心を踊ることができるということで、はい、はい、まあ暑い夏を乗り切るには、うん、うまい飯ですから間違いないね。そうなんですよ、うん、やっぱ飯ってやっぱ僕らもそうじゃないですか、ライブの前に、ね、まあ活力ですよ。そう、肉食ったりとか、はい、やっぱモチベーション上げるには大事じゃないですか、はい、ということでね、この番組では暑さに打ち勝つオリジナル夏飯を続々と紹介していきたいと思います。はい、はい、まあ僕たちのグループ名ランページはですね、暴れ回るという意味がありまして、口の中で美味しさが暴れ回るようなそんな料理、こちらランペ飯に出会えたらいいということでね、はい、はい、楽しみにしております。はい、リスナーの皆さんからも、オリジナル夏飯を募集中です。メールアドレスは、飯@tbs.co.jp、ツイッターはハッシュタグランペ飯までですね。はい、はい、もう僕たち今日はお祭りだと思っているので、はい、感想だったりね、応援メッセージも、同時に募集したいなと思います。はい、ね、ツイッターの言葉で言うとトレンドなんて言葉がありますけど、いいすね、今日は、はい、ハッシュタグランペ飯で皆さんで一緒にトレンドにね、はい、いけたらいいなと思います。はい、皆さんお願いします。お願いします。はい、はい、ということで、まあ、まずね、このランペ飯と言いまして、まあ、どんなことをやっていくのかということで、はい、ランペ飯のメニューを紹介しましょう。はい、この後すぐですね、全国のリスナーの皆さんから届いたオリジナルの夏飯を紹介します。気になったものはここスタジオで食べれる。いいっすね。やばいですよね。はい、さらに SNS で、話題の料理研究家、うん、リュウリさんが生登場してくれます。はい、やばい、もうバズりにバズりましたからね。間違いない。はい、あの夏飯をレピシをね、教えてもらって、はい、お前は教えてくれます。はい、そちらもぜひチェックお願いします。そして8時30分頃にはですね、僕山椒 VS、はい、北斗のね、俺の夏飯対決と題しまして、はい、僕たち2人がガチンコで考えてきた夏飯のレシピをプレゼンし合いたいと思います。はい、そして、8時45分頃には、僕たちがイメージキャラクターを務めている森永製菓のアイスボックスさんとコラボしたアイスボックスプレゼンツ離れていてもみんなで乾杯のコーナー、この夏を楽しむ宣言として、みんなでアイスボックスで乾杯しましょう。はい、ということで僕らの手元には今アイスボックスがあります。はい、はい、収録の間にね、水分補給で食べていきたいと思います。はい、でアイスボックスはね、なんかこうオリジナルレシピが結構あるらしくて、はいはい、なんかいろんな飲み物を入れてもうまいとか、そうですね、結構あるじゃん。ありますね。うん、なんかそういう意味でも皆さんからね、こちらも募集したいなと思いまして、はい、ハッシュタグアイスボックス夏レシピで皆さんからのレシピを募集しております。はい、まあ今ね、こう僕らのこれ見て、あ、アイスボックスねえわって思った人は、まだギリ間に合うので、まあラジコでね、こうイヤホンで聞きながら、はい、コンビニとか行ってこの森永製菓アイスボックスを、はい、買っていただければなと思います。はい、はい、一緒にねアイスボックスを、食べながら皆さんもこの番組を一緒に、楽しんでいただきたいなと思います。はい、はい、1時間てんこ盛りのノンストップのメニューでお届けするランペ飯、いよいよスタートです。はい、山椒さんいきますよ。はい、せーの、いただきまーす。いやー、早速なんかね、はい、まあこの曲もそうですけど、はい、夏っぽい。いや、めちゃめちゃ夏を感じますね。はい、ちょっと、はい、曲に助けられてるよ、僕たち。確かに。はい、まあということでね、ハッシュタグランペ飯ということで、僕もちょっとツイッター見させていただいてますけど、はい、すごいですよ、これ。お、もうすでにめちゃめちゃ盛り上がってる。もう盛り上がってますよ。このね、1時間皆さんと一緒に楽しんでいきましょう。お送りしたのは僕、山椒の選曲で、ザ・ランページ、サマーデイズでした。TBS ラジオ TBS ラジオ TBS ラジオ TBS ラジオ、hey、 お待ちうまい。 ザ・ランページのランペ飯。ザ・ランページの山本翔吾と吉野北斗がお送りしているザ・ランページのランペ飯。ここからはリスナーの皆さんから届いたお気に入りのオリジナル夏飯を紹介したいと思います。はい、もう実際にね、もうすごい届いてるみたいなので、うん、じゃあ参考にしてもらいたいな、参考にしたいと思います。うん、はい、なんかいいのあったらね、家でも作りたいし ね、皆さんから、たくさんのお便りいただいたということで、はい、まずは読んでいきたいと思います。はい、ラジオネーム匿名希望の方からです。私は豆腐を韓国料理風にアレンジして食べています。
上に卵黄、キムチ、韓国のりを乗せるとすごく美味しいです。ぜひ食べてみてくださいということで。豆腐か。豆腐結構食べる、ほくちゃん。豆腐はね、まあ、シンプルに鰹節を乗して、うん、まあ、醤油かけて食べるみたいな、まあ、そんぐらいですよね。そう、僕もね本当に味噌汁に入れるぐらいしか、あ、まあいいっすよね、豆腐食べてないんですけど、なんかこの感じだとね韓国料理風で、なんかおかずにも結構ね、うん、なりそう。一品としてね、しっかりとご飯にも合いそうですね。あ、間違いない、はい、新しいね。はい、はい、ということでもう一つこのまま紹介したいと思います。ラジオネームあかねさん、今しろくん、はくとくん、こんばんは。こんばんは。私のオリジナル夏飯はアボカドなめろうです。おお、あ、細かく書いてくる1、アボカドを包丁で細かく切る。2、みょうが、大葉、ネギ、生姜を混ぜる。3、味噌、醤油、レモン汁、すりおろしにんにくで味付け、そして完成。私は、お酒の魚にしてますが、白いご飯にのせて卵を落としてももう最高です。うわ、うまそう。薬味が効いているのでさっぱり夏飯にいかがでしょうか。これちょっと、これちょっとね食べたい。間違いないでしょ、うん、これ美味しいよ。うまい。へい、お待ち。なんすかこの音この音が鳴ったということは、はい、一つしかない。え、試食タイムです。おお、ぽぽぽ。なるほどね。うん、あ、食べれるんだ。そうなんですよ。やば、いきなりですごい結構ね、いきなりなんですけどいきなりっすね。はい、先ほどね、あの、あかねさんからいただいたアボカドなめろうを試食したいと思います。すごいよ。はい、これね、結構ね、見た目どうですか。見た目はね、なんかもう本当に緑って感じ緑って感じ何が入ってるかと言いますと、なんかアボカドと本当にみょうが、大葉、ネギ、生姜、で味付けで味噌、醤油、レモン汁、すりおろし、ニンニクということで。ちょっとね、味想像できない、はい、ぜひもう食べた方が早いという、はい、じゃあ食べてください。いただきます。はい、あ、どうですか。めちゃめちゃ美味しい。なんか味がしっかりしてる、うん、意外と意外となんかご飯の上にのして食べたい、うん。あ、そうなんだ、はい、え、俺もちょっと一口だけですか、はいはいはい、ちょっとサクッとね食べちゃう。おーおー、間違いない、うんうん、なんかねシャキシャキしてるんですよ、うん、そのとろっとした感触の中に、なんだろうな、これ生姜じゃない。生姜か、うん、生姜のこのシャキシャキした感じがまたたまんないんだよな。生姜とみょうががねやっぱ効いてますよ、うん、はい、すごい美味しいです。ということで、ほくちゃん、このアボカドなめろう、はい、いかがでしたか。もうね、これはね箸が止まらんペーージやばいそんな感じまあそんな感じかということで、箸が止まらんページいただきました、うん、この調子でね、絶品夏飯どんどん紹介していきたいと思います。はい、はい、続いてじゃあ、ほくちゃんお願いします。そうですね、ツイッターのユーザーネーム M さん、夏になると美味しくなるゴーヤ。ゴーヤを 1.5 センチくらいの輪切りにして、うん、中をくり抜き、ハンバーグ種を詰めたゴーヤの肉詰めが本当に美味しい、味付けは照り焼き風が良い、うん、苦味と甘みが美味しいんです、うん、だそうですね。まあ、まず言いたいのは、はい、ゴーヤね。確かにゴーヤじゃなくてゴーヤ。あ、そっちそっちはい、出ました、吉野北斗いや、普通、うん、ゴーヤじゃなくて、うん、ピーマン。そう、あね、確かにそうなんだよ。肉詰めといえば、まあね、しかもゴーヤってさ、そんなにさ食べる確かに時ないよね、うん、それこそ仕事で沖縄行った時に本当一品だと思ってる、うん、俺ゴーヤの料理って。確かにチャンプルしかない、うん、しかないんですけど、これ気になるわ。あ、え、今鳴りましたよ、この音。え、これ来たってことは。もちろんです。来た来た来た。あー、これはまた試食できるんですか。これ食べれるんですか。いや、これ嬉しいわ。めっちゃ気に、わ、うまそう。うわ、めっちゃ美味しそう、これ。そういう感じなんだ、うん、本当に輪切りに肉が詰まってる感じ。まあ、ね、遠いと思いますけどこんな感じですよね、はい、じゃあ山翔さん、いいですか、食レポお願いします。じゃあこの中でも一番でかいやついただきます。うまそう。どうですか。ああ、なるほど。うん、あのね、はい、ゴーヤって結構苦味が、あの、はいはい、苦手とか、うん、あの言う人いるんですけど、これね肉と一緒に食べることによって全く感じないし、むしろこの照り焼きの、あの、
ちょっとこう甘い、はい、あの砂糖とかの醤油の甘辛ダレが、はい、この苦味をねいい感じにちょうどよくしてくれてる。超美味しいです。ちょっといやうまいっすね食レポ。あざっす。ちょっと食べていいですか僕、うん、どうぞどうぞ。いただきます。あね確かに。いやしかもこのゴーヤが、うん、結構歯応えがあるんですよ。うん、確かにだからその歯ごたえとそのお肉のジューシーさがこういい感じに絡み合ってこれはまた最高だわ。たまんねえなおい。山里さん、はい、このゴーヤの肉詰めいかがでした？もうこれはよだれが止まらんべーし。よだれが止まらんページいただきました。ありがとうございます。しかもなんかこの曲なんだみたいな。はい、上がりますね。はい、いやレベル高いですね皆さんね、うん、はい、すごいわ。ということでツイッターではね、あのこの放送を聞いて、あ私ももっとうまいやつあるのにっていう人はハッシュタグ、オリジナル夏飯まだまだ募集してるのでランペ飯でね、あの投稿していただきたいと思います。はい、9時までのね生放送に間に合わなかったものは、番組終了後に、YouTube 配信のこちらの方でね紹介させていただきたいと思います。お願いします。はい、 TBS ラジオザ・ランページのランペ飯いただきます。はい、ということでここではですね、はい、早速あの僕たちにメッセージが届いているということで、はい、あの読んでいきたいと思います。ラジオネームマリノーンさん、山椒さん、ハクちゃん、そしてリュウジさんこんばんは。私の夏飯は冷製トマト鍋です。うわ、うん、これはトマトジュースを使った冷製鍋です。豚肉やレタスを茹でて冷やしたり、トマトを凍らせてダイス状に切ったりと少し手間はかかりますが、さっぱりと食べられて美味しいです。夏野菜であるコーンやナス、オクラ、カボチャを入れても美味しいと思います。また粗挽き胡椒やバジルやオレガノなどをハーブを入れることでアクセントがつきますし、香りもいいのでさらに箸が進みます。ミルクや豆乳を入れてまろやかにしても美味しいと思います。いやえシェフ確かにめちゃめちゃ細かいですよね。レベル高ない。本当に。はい、ということで、ぜひねこちらも試したいなと思います。はい、いや最初からね本当に感動するぐらい、いやよかったですね。全部美味しいですね。美味しかった本当に。皆さんなんか料理上手ですね。うん、ということで、ここで、素敵なゲストに、スタジオに入っていただきました。夏飯兄貴料理研究家のリュウジさんです。よろしくお願いします。お願いします。兄貴のリュウジです。うわ、やばい。よろしくお願いします。本物じゃないですか。お願いします。ツイッター僕、フォローしてます。ありがとうございます。はい、見てます。ありがとうございます、はい、本当に。本当にね、僕らのメンバーのいつきっているんですけど、うん、が本当にリュウジさんの、ね、レシピを真似して、はい、調理して食べたりとか。そうなんですね、はい、本当にありがとうございます。いや僕らの中でもすごい恐縮でございます、はい、バズってます、はいはい、リュウジさんのことを、ね、簡単に紹介すると、SNS で爆発的に拡散される、通称バズレシピを数多く開発されている方です。斬新なアイデアから生み出されるレシピが話題を呼び、現在ツイッターのフォロワー数はおよそ150万人。うわ、そして YouTube のチャンネル登録者数は85万人超えと今超大人気ということで、今回この番組のテーマが夏飯ということですが、なんかこう夏飯を作るコツって何かあったりしますかね。そうですね、まあ、僕は夏になるとやっぱりあのビールが飲みたくなるので間違いないビールに合うような、はい、あとまああれですね、冷たいものですかね、冷たい麺類とかっていうのが、あ、ね、まあ、やっぱり、はい、夏バテでちょっとこう食欲が落ちてくる時期なので、はい、そういったものを取り入れると、非常にこう夏っぽく、はい、食欲をかきたてられるような感じになるんじゃないかなっていうふうに思います。間違いないですね、はいはい、ということで今回この番組はですね、はい、夏飯兄貴としてとっておきの夏飯レシピを紹介してくれるということで、はい、早速、お願いしても大丈夫ですか。はい、お任せください。それではですね、1品目でございます。実は冷やしてもいけちゃいます。冷やしナポリタンです。おお、冷やしナポリタン初めて聞きましたね。うん、だってナポリタンって普段鉄板とかに乗って出てくる、まあ、そうですね、あったかい状態でやつですよね。うん、早速来ましたね。ああ早速ね来ましたけど、
ということで、作り方を、お願いします。はい、作り方なんですけども、はい、ボウルにですね、ソースを作っておきます。ケチャップ大さじ3、うん、ウスターソース小さじ1、オリーブオイル大さじ1、はい、コンソメ小さじ1/3、黒胡椒、おろしにんにく少々を入れ混ぜておきます。茹でた、1.4 ミリのパスタをですね、はい、冷やして、あ、ごめんなさい、その前に、茹で上がりの1分前に玉ねぎ 30g とた、ピーマン 30g を入れて、はい、一緒に茹でて冷水で締めて、それをですね、ボウルに入れます。はい、あとハムを2枚と粉チーズを混ぜて、完成です。お、はい、ちょっと長かったね。ちょっと長いですね。まあ、はい、ね、あのレシピがあれば誰でも作れそうですね。いや、間違いないです。そうです、工程的にはねすごく簡単な感じなんですけども、はい、ナポリタンなんでちょっとねお野菜が、結構入ってるので、はいはいはい、はい、まあ、一食で、はいはい、満足できるような感じになってるかなと思います。はい、じゃあこれはホクちゃん食べてください。はい、召し上がってみてください。いただきます。いやー、いいですね。もう匂いがすごいいいですね。いただきます。ん、冷やしナポリタン、え、待って、俺普通に、うん、この冷えてる方が好きかもしれない。本当ですか。ありがとう、うん、本家超えしちゃった。まあ、あのなんかお弁当とかで、あの冷めたナポリタンってあるじゃないですか。結構あれ好きなんですよ。ああ、なるほど、ね、めちゃめちゃいい、はい、で、あれを、まあ、ちょっと真剣に作ったらどうなるのかなと思ってやったらすごく美味しかったので、まあ、これね、あのなんかサラダスパゲティみたいな感じで、うん、はい、作って置いといてもすごく味が染みて美味しいので、なるほど、はい、作り置きにもいける。夏とか食欲なくなるじゃないですか、はい、うんうん、なんかそういう時にもなんかこう冷たいんで、はい、すごく食欲が湧きますよね。そうですね、はい、あのさっぱりした味付けにはなってるかなというふうに思います。ちょっといただきます。僕も、はい、美味しいわ。うん、どうですか。あ、分かります、うん、分かります。これね、冷たい方が美味しいです。冷たい方が美味しい。美味しい。ありがとうございます。なんかしかもこれ、あの冷やご飯がなんか太らないみたいな話あるみたいに、ナポリタンって結構ケチャップとかで、ね、こう、確かになんだろうな、なんか重いっていうか、とかの人とかは冷たい方が絶対美味しい、うんうんうん、食べやすいんだよな、うんうん、ということで、ありがとうございます。ちょっとリュウジさん、はい、あの今から大声が出ますけど、はい、ホクちゃん、この冷やしナポリタンいかがでしたか。失礼します。箸が、いや、フォークが止まらんペーシ。ありがとうございます。トマランページいただきました。ありがとうございます。超嬉しいです。洋食なのでフォークにしたってことですよね。そうです、うん、あの彼ボーカルなんで声がいいです、はい、あ、もうすっごい美声でしたね。、はい、ということで、いただきましたが、マジで、はい、ね、初発から僕らの今までの概念を壊してくる料理が出てくるということで、ありがとうございます、早速ね、これでね、実はあの、はい、未公開レシピです。今日初らしいです。うわ、はい、いや、ちょっと、はい、あのツイッターにも載ってない、載ってないです、はい、 YouTube にも載ってないです。やばい、ありがとうございます。やばい、最高です。初です、はい、はい、ということで、もう一品あるということで、はい、続いての夏飯をお願いします。はい、それでは2品目です。禁断の扉開けちゃいます。ヒューガ飯。ヒューガ飯、はい、禁断の扉って、これね、郷土料理なんですよね。郷土料理、なるほど、愛媛県の郷土料理で、まあ、ちょっとあの、まあ、お刺身を使った海鮮丼なんですけども、はいはいはい、ちょっとね、タレに特徴があるので、はい、ね、ぜひね、これちょっと食べてみていただきたいな、ちょっと僕ら初めて見るかも、うん、すごい。これお魚多分これつけてるんですよね、タレが。なんかこうつけて、で上に乗ってて、で、はい、大葉と、そしてわさびが添えられているということで、はい、あら、美味しそうに持ってもらって、はい、美味しそう、はい、これタレにかなり、はい、こだわってますので、ということで、はい、まあ、タレがね、このこだわりあるということで、ちょっと作り方のレシピを、はい、お願いします。はい、ヒューガ飯なんですけども、お好みの刺身、まあ、これね、今回、タイかな、でやってると思うんですけども、はい、まあ、白身魚だったら大体合いますね。はい、はい、で、3倍濃縮の麺つゆ大さじ2弱、醤油大さじ1弱、うん、あと卵黄ですね。はい、これをですね、全部混ぜたタレに、
30分、30分ほど漬けとくんですね、はい。そしてですね、丼に、ご飯に盛ってですね、漬けだれを少しかけて大葉と煎りごま、わさびで、豪快にかっこんでくださいというレシピになります。はい。卵黄のですねコクが、刺身に乗り移ってると思います。楽しみ。それをね、絶対うまいよ。もううまいもんね。それちょっと感じていただければなと。いい、はい、じゃあもう山椒さん、はい、ちょっとね僕結構あの刺身とか寿司とかめっちゃ好きなんで、うん、ちょっと行きたいと思います。また丼っていうのがねこう夏っぽくていいですね。いただきます。うわー美味しそう。うわ行きますね豪快に。食べっぷりですね。うん。どうですか。行きますね。はいはい、はい、どうぞ。卵黄来ました。来ました。あのね普通 の、 その海鮮丼って醤油の味がすごい強くて、うん、あのちょっとね辛い感じなんですけど、最後にね卵黄がねふわっと包んでくれるんですよ。ありがとうございます。ちょっと食レポうまいね。うまい。初めてですけどね。食レポうまいですね。じゃあ北斗マジこれ食べた方がいい。じゃあいただきます。いやうまいわ。あうんわかる、うん、うまいわ。これありがとうございます。この大葉がまたいいですね、うん、この香りが後で立つ感じが、ね、はい、ちょっとねさっぱりと、はい、これがねあの夏飯にちょっとぴったりな、うん、はい、なります。美味、はい、しい。ありがとうございます。マジで本当に美味しい時のリアル美味しいってね。うん、ありがとうございます。いやーやばいですね。はい、はい、あの日が結構もぐもぐしてますけども、はい、山椒さん、うん、日が飯どうですか。まあそうですね、これだったらですね夏でも食欲が止まらんペーチ。ありがとうございます。ちょっとびっくりしました。ちょっとびっくりしましたよね。急なね、はい、じゃあためずにもうこれただ本当に書き込みたいということで、うん、これねちなみにあのちょっとねだしとかあのちょっと白だしかなんか薄めたあの お湯かなんか入れて、はい、あのお茶漬けにするのも違い、非常に美味しい。非常に美味しい。非常に美味しい。もうここいるみんなこうもう頭こう間違いないって。はい、あもうありがとうございます。ぜひ楽しんでください。はい、リュウジさん本当に、最高でした。この夏、はい、ヘビロテさせていただきます。はい、ホクちゃんどうでしたか。いややっぱりそのアイディアが、うん、そこまで考えるアイディアがやっぱさすがだなと思いましたね。もう才能っていうかもう天才ですね。うんうん、でもさっき の、 その、はい、あのナポリタンもそうですけど、うん、ちょっと子供心と言いますか、うん、なんかあのなんだろうな、こう作ってみたみたいな感じのテンションでやっぱこう出すもんなんです。そうですね、あの僕は料理もあのそのエンターテインメントの一つだと思ってるので、やっぱりこう作りながら楽しめるっていうところをすごく大事にしておりますので、はいはいはい、非常にあのいいところを言っていただいて、いやいやいや、ありがとうございます。いや僕ねあの、はい、YouTube の、はい、あの作る前に酒飲んじゃうとこ好きなんですそうですね、はいはい、あのあれはもう完全に僕が楽しみながらやってますはい、ということで、リュウジさん、ツイッターとかでもね、あのさっきも言いましたけど、はい、YouTube でもね、はい、あのいろいろ紹介されてますので、ぜひそちらの方のチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。 TBS ラジオザ・ランページのランペ飯。ヤマショー VS 北斗、俺の夏飯対決、よいしょー。はい、ここからは番組パーソナリティの、僕、ランページの山翔と北斗がですね、うん、それぞれ考えてきたオリジナルの夏飯をプレゼンします。そしてどちらのレシピが良かったか、これはプロフェッショナルである夏飯の兄貴リュウジさんが判定していただけるということで、僕でいいんですか。いやぜひお願いしたいですけど、はい、これめっちゃ楽しみですね。いやいやいや、もう急に汗出てきたもん。怖いね。いや僕ね普段ね、人が作ってくれた料理を あんまり食べないので、ますます怖いわ。ますますハードルが上がります。いや、非常に楽しみにしてきました。はい、ということで採点基準はですね、はい、美味しさが口の中でどれだけ暴れ回るかということで、100ランページ満点、はい、こちらの基準ね、あの、はい、ジャッジしていただければなと思います。はい、ホックちゃんもね、結構ねって考えた。結構考えましたね。で一回そのスタッフさんにこれでってもう出したんですよ、提案、うん、そしたら結構スタッフさんがめちゃめちゃ微妙な顔して
いやもっといいのできるんじゃないのみたいな。お前もっといけんじゃねえかと。だからもう一回家に持ち帰ってもう一回考え直して、もう一生懸命もう考えたんで、これは多分負けられないですね、ああなるほど、はい、まあ、僕もね、結構考えてきたレシピなんでね、これはもう負けられない戦いとしてやっていきたいなと思います、はい、それでは夏飯対決始めていきましょう、はい、まずは先行吉野北斗の夏飯です、はい、お願いします。この日のために考えたトマトツナそうめん。なるほど、はい、トマトツナそうめん、トマトツナそうめんですね、はい、夏向きな感じがしますね、確かに確かに、そうめんね、はい、でこれはですね、材料はそうめん、トマト、ツナ、めんつゆ、ごま油、すりごま、黒胡椒、塩、大葉、うん、そして、作り方はですね、はい、まあ、そうめんを、まあ、茹でて、うん、で茹で上がったものを氷水で冷やします、はいはいはい、で、そこにですね、タレを作りたいんで、うん、まず大葉とトマトを細かく切りまして、うん、でその細かく切ったトマトと、ツナを、一緒に加えて、でそこに、めんつゆ、ごま油、そしてすりごま、黒胡椒、塩を、混ぜて、で茹で上がったそうめんに、盛り付けます、うん、で最後に大葉を上にちょこんと乗せれば完成です。お、はい、めちゃめちゃ簡単なんですよ。確かにね、さっきの冷やしナポリタンじゃないですけど、はい、炒めるという工程がないということで、そうなんですよ。これはあれですね、すごく作りやすいレシピになってますね、はい、なので、そうなんです、はい、ツイッターでも受けそうな、お、はい、来ましたね、バズりそうなレシピ来た来た来たっていうふうに思っております。はい、見た目もね結構そうめんっぽくないところが、ね、見た目めっちゃ綺麗でしたね、はい、盛り付けも結構こだわりましたね、盛り付けもすごく、はいはい、イタリア料理みたいな、うん、感じですけど、はい、いやいや、まあそうですね、見た目はすごくいいですね、はい、じゃあ、はいはい、早速、はい、食べていただいてもよろしいでしょうか。わかりました、じゃあいただかせていただきます。いただきます。緊張するわ、ま、味付け大丈夫かな。すごい綺麗ですね。でトマトも栄養もすごく取れ、そうですね、ヘルシーな感じで、じゃあ一緒にどうぞ。おお、結構豪快にいきましたね。お、うめえこれ。お、本当ですか。おお、めっちゃ嬉しい。すごい。まあ、うまい。どうでしょうか。これはね、はい、箸が止まらんページですね。いただきました。ありがとうございます。ちょっと爽やかやな。いやいや、これねすっごく美味しいですね。やっぱ爽やかで、はい、やっぱであとツナのね爽やかさ、ツナと一緒に合わさることによってなんか食べ応えもあれば、あと大葉の香りとごま油の香りも乗せてあるので、すごく、はい、本当に何だか、もう本当にさっきも言いましたけど箸が止まらないような、はい、ありがとうございます。夏のガッツキ飯みたいな感じになってますね。なるほど。じゃあこちら、うん、吉野北斗のオリジナル夏飯は何ランページでしょうか。こちらですね、お願いします。95ランページ。おお、ちょっと、もうこれ勝ったんじゃない。おい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 。めちゃめちゃ高いぞこれ、うん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 、なるほど。まあ、僕やっぱり料理研究家なので、作りやすさとかも結構ね、考慮すると、これは多分、例えば僕がツイッターで出したとしても、はい、みんな作ってくれるかなっていう風に、あ、だから料理研究家の才能があるんじゃないかと。おちょっと目指そうかな。後褒めですよ。結構プレッシャーかけれたんじゃないですか。いや、だいぶやばい。もう出したくないんですけど、いきますか僕の、はい、レシピ、うん、では続いては高校僕の、ランページ山下のオリジナル夏飯です、僕の夏飯レシピは週一食べるヘビロテレシピ、豆乳担々麺風そば。おー、まあ、僕の、今、言いました豆乳担々麺風そばなんですが、材料は、市販のそば、麺つゆ、豆乳、練りごま、ラー油、そして、ひき肉、豆板醤と甜麺醤となっております。作り方は、そばは普通に茹でて氷水で冷やしておいてください。ひき肉は、豆板醤と甜麺醤で炒めます。その、横で、豆乳、麺つゆ、ラー油、すりごまを、練りごまを合わせタレを作ります。ちなみにめんつゆはこれ3倍濃縮が、僕の作り方となっております。僕と同じ、はい。そして、最後は、タレを麺にかけ、最後にひき肉を上から乗せれば完成、うん、まあ
僕結構味濃いの好きで、あの塩っ気人間なんですけど、あの蕎麦も好きなんで、あの豆乳担々麺風蕎麦ということで、あの一緒にしたらうまいんじゃないかなということで作らせていただきました。これはね、かなり、考えられたレシピかなっていうふうに思いますね。はい、本当ですか。豆板醤と甜麺醤が出てくるっていうね。びっくりしました僕。すいません。はい、早速ね、はい、食べていただきたいなと思います。はい、どうぞ。では、これ緊張するな自分作って。いやー、非常に美味しそう。どうですかね、これは結構人にね料理を食べさせるなんてまあないですから。うん。緊張する。うまい。めちゃめちゃうまいっすね。お、うまいですか。めちゃめちゃうまい。ビール欲しいな。あ、これいいっすよ。あれっすね、なんかちょっとピリ辛っすね。うん、あ、そうです。またいいっすね。ラー油をね、結構入れてますので、ピリ辛なんですけど、味付けが僕の味付け濃度にすごく合ってます。あ、うん、やばい、すごく嬉しいですね。これは酒飲みも大歓喜ですね。あ、ありがとうございます。いや、美味しいです。うわ、これちょっと緊張しますね。まあ、ということで運命のジャッジタイムに行きたいと思います。はい、さっきのほくちゃんのレシピが、95ランページなんで、はい、僕が、96ランページ以上取れれば、はい、僕の勝利ということで、それでは緊張しますけど行きたいと思います。はい、山本翔吾のオリジナル夏飯は何ランページでしたでしょうか。はい、こちらは92ランページで。よかったよかったよかった。マジ、はい、いや、はい、マジでうまいです。マジでうまいんですけど、はい、やっぱりね、結構ね、いろんな調味料を使ってるんですよね。練りごまと甜麺醤と豆板醤、なのでですね、まあ、手軽さのも勝負ですね。味はね、両方ともマジでうまかったです。マジで美味しかったです。はい、はい、なんかバズレシピ的には最初のツナトマトそうめんの方が、混ぜるだけで良かったかなみたいな感じで、はい、いやでもね、もう一つ言うと、お二人かなり考えられてきたのかなっていうふうに、はい、思いました。めっちゃ迷いましたよ。すっごくね、すっごく二つとも美味しかったです。ああ、よかったです、はい、嬉しいわ。はい、ということで、勝者は、先行吉野北斗。よっしゃ、ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど、ほくちゃんどうですか。いや、もう普通に嬉しい。なんか自分の作ってきたものが認められるっていうところですごい嬉しいです。だってね、本番前ね、ほくちゃんとね、言ってたもんね、もしりょうじさんに食べていただいて、え、なにこれめちゃめちゃ怖かったって言われたらどうしようみたいな思ってたんで。そう、僕ね、嘘つけないので、はい、でも本当に美味しくてよかったです。わー、よかった。美味しかったです。本当に嬉しかったですね。はい、ということで、以上、山椒 VS 北斗俺の夏飯対決でした。りゅうじさん、本日は、お忙しい中ありがとうございました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、りゅうじさんね、Twitter や YouTube の方をやっておりますので、皆さんぜひチェックよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。改めまして、りゅうじさん、ありがとうございました。あなたからの夏飯も募集中。メールは飯@tbs.co.jp、ハッシュタグはランペ飯。ザ・ランページのランペ飯。森永アイスボックスプレゼンツ、離れていてもみんなで乾杯。この時間は森永製菓アイスボックスの提供でお送りします。時刻は8時41分です。やってきましたよ、ついに。アイスボックスでの乾杯タイムに行きたいと思います。イエーイ。はい、やってきたぜ。ラジオの前にいる全国のリスナーの皆さんと距離は離れてますけど、みんなで乾杯しちゃいましょうということで、はい、いいですね。いいですね。まあ僕たちはね、アイスボックスさんとは、2018年からコラボをさせていただいておりまして、今年2020年もコラボさせていただいてます。はい、そしてここで発表があります。はい、今年のテーマ、踊る心を題材にしたドラマウェブ CM が7月31日からアイスボックスさんの公式ホームページで公開されます。はい、ということで、ランページがね、氷の妖精になりました。はい、なりましたね、妖精に。はい、そして、夏を応援するという内容で、全3話完結となっており、初めてメンバー16人全員がドラマに出演し、はい、お芝居をさせていただいております。はい、これ結構やばいよね。そうですね、先ほど僕らも初めてね、見させていただいたんですけど、うん、まあシュールで面白い、間違いない。うん、今までのランページにはなかったような、ちょっと
なんだろうな、素の要素も入った部分もあったりして、うん、まあ、日頃のランページを感じていただけるあのストーリーにもなってるんで、はい、面白い仕上がりになってるんじゃないですかね。はい、リスナーの皆さん、アイスボックス用意できましたか？準備できたよ、乾杯するよっていう人はハッシュタグハッシュタグハッシュタグランペ飯で、ツイッターに写真をアップお願いします。さあ、それでは僕たちのウェブ CM 公開と、はい、俺も元お、そしてね、皆さんの夏の本格的なスタート、そして、この夏を乗り切ろうということで、はい、気合を入れていきたいと思います。はい、せーの、乾杯と行きたいところなんですが、なぜか、なぜかですよ、ここである男たちとなんかつながっているらしいので、今急にスタッフさんから言われたんですけど、ちょっとつなげてみたいと思います。もしもーし、誰？はーい、私の好きな夏飯は夏バテ防止夏野菜ソースのカルパッチョ。どうも、ランページの浦川翔平です。出たよー。おいおいおい、出たよ、翔平か。出たよ。もう一人いるんですか？もう一人、私の、あれ、私の好きな夏飯はやっぱりサトウキビ。どうも、ザランページの与那峰瑠衣でーす。おい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 、なん、サトウキビの料理ってなんだよ。レシピないだろ。結構年月かけて育てるだけだろ。はい、ということで、まさかの翔平と瑠衣が、はい、あの、遊びに来てくれたということで、はい、今繋がってます、こちらで、はい。はい。いや、まあね、あの、いいんですけど、今日ね、晴れ舞台ですよ、僕とほっちゃんの。冠番組ですよ。そうなんだよ。なんで君たちがいるわけ？なんでいるんだよ。いや、だって、せっかくの冠番組をメンバーが応援したいじゃないですか。わかるけど。何も言えない。わかるけど。まあ、ただね、うん、僕らも乾杯したいなーなんて思っちゃったりしちゃったりしちゃったりして。何やそれ。しちゃったりして。まあ、今回の、うん、アイスボックスの CM の振り付け、うん、今回2人が担当されたということですけども。確かに。どうですか、振り付けしてみて。やらせていただきました。なんかポイントとかあれば。どうでした、ピンカ。どう？翔平とか。あ、翔平とかから来ます。そうですね、今回もアイスボックスさんとコラボさせていただいて、まあ、ランページいつも結構、いかつかったり激しめの振りが多いんですけども、うん、今回はポップさだったり、キャッチーさに全部振らせていただきました。ああ。うん、ですね、まあ、私 TikTok も担当させていただいてますので、そこら辺の動きもちょっと取り入れたり、誰でもできそうな動きを入れてますので、ぜひ皆さん真似してくださいというところでございます。はい、はい、いいですね。ルイも、はい、そうですね、まあ、今翔平が言ってくれたように、こうみんなと一緒になって踊れる踊りというか、なんか、うん、今回もう3回目なので、こう前回も、はい、前々回も振り付けさせていただいたんですけど、そっからこうまた同じような振りが入っているので、皆さんと一緒に踊れたらいいなと思っております。なるほど、はい、うん、そしてなんか夏飯持ってきてる？え？なんからしい。そうですね、今日テーマが夏飯ということで、はい、うん、私たちからちょっとアイスボックスのアレンジレシピを紹介させていただきたいなと思いまして、準備しております。はい、楽しみ。やるやん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 。紹介してます？じゃあ。うん、どうぞ。お願いします。はい。ツイッターネームの M ピックさんという方からね、ちょっと来てるんですけども、はい、最初は疑ってたけど、友達におすすめされて、アイスボックスに牛乳入れて飲んでみると、フルーツ牛乳に似た味で美味しかったです。今年も飲んでみようかな、っていうことで、私もね、先ほどこれ試しました。どうだった？ね、本当にアイスボックスと牛乳って合うのかなって感じなんですけど、うん、やっぱりかき氷に練乳が合うように、氷には乳製品が合うんだなっていうことがすごく、分かりますね。めちゃくちゃ美味しいです。丁寧にありがとうございます。ありがとうございます。ルイも持ってきてるらしいけど、ありますか？そう、自分も今日は届いたアレンジレシピを紹介させていただきますね。はい、ツイッターネームゆうさんから来ました。これすごいですよ、作り方もしっかり書いてるので、皆さんもちょっと試していただきたいなと思うんですけど、はい、まず1、透明なグラスに桃などお好みのフルーツを投入し、マドラーやスプーンで果汁が出る程度に潰す。もう2、アイスボックス投入。はい、3、甘めの炭酸飲料を注ぐ。甘めの、はい、4、最後に上から
乳酸菌飲料をかけて完成。あー、おしゃれ。なるほど。アルコールのカクテルのように美味しいですのことで。あ、美味しそうですね。自分もちょっと作って飲んでみてるんですけど。これだ。すごい、これです。なんかね、こっちにもね、届きましたよ。うん。でもね、その中にもしっかりアイスボックスの匂いするんだよね。うん。絶対美味しいよ、ね。確かに。うん。はい。わあ、これ美味しい。そうなんですよね。アイスボックスって結構そのまま食べても美味しいんですけど、うん、まあこうやってね、いろんなドリンクと合わせるのも間違いないということで、アイスボックスのホームページにもいろんなレシピが載ってるので、皆さんもぜひ試してみてください。はい、ということで、そろそろ、まあ時間ということで、ラジオをお聞きの皆さん、はい、アイスボックスの準備大丈夫ですか？どうですかね。はい。いきますよ。それでは、乾杯の挨拶を、ホクちゃん、お願いします。はい、じゃあ行かせていただきます。はい、おい。まあ今、ね、すごく大変な世の中ですけども、うん、まあどうか気持ちだけはね、前向きに、まあ、テンション上げて心躍る、夏にしていきましょうということで、はい、この夏に乾杯！乾杯！いやーすごい皆さんね、うん、ツイッターでもね、はい、ハッシュタグランペ飯で乾杯の写真をこれ結構すごくないやばいよね、楽しんでいただいてますけど、ホクちゃんどうですか、その牛乳入り、牛乳入りこれね、うん、めちゃめちゃうまいですよ。マジか。なんか、うん、フルーツジュース、うん、の、うん、もうグレープフルーツバージョンみたいな。あ、なるほど。わかるでしょう、ね。そうそうそう。さすがですね。めちゃめちゃ美味しいわ。ルイのね、あの推しのレシピも美味しいわ。本当にね、カクテル、はい、ノンアルコールカクテル。へえ、ね。ちょっとお酒って言われても飲める。うん、本当におしゃれだな、うん、だからね、こうお酒飲みたいけど飲めない時、そう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 何それ合わせてきたんかでもお酒飲みたい時に飲めない時にこれ作ると美味しいかもしれないです ね、うん、いいですね、ありがとうございます、はい、じゃあ2人ともありがとうございます、ありがとうございましたえっ、これだけですか僕たちそうだよ、はい、もうあ、お疲れした、もっとお仕事、しょうがないんで、はい、ありがとうございました。ウェブドラマも見てください、あ、見てください、ね、うん、バイバーイ、ありがとう、ありがとう、はい、ということでお送りしたのは吉野北斗の選曲でザランページで、ブレイキンザアイスでした。森永アイスボックスプレゼンツ、離れていてもみんなで乾杯、この時間は森永製菓アイスボックスの提供でお送りしました。ザランページの山翔と吉野北斗がお送りしてきたザランページのランペ飯、そろそろお別れのお時間になりました。あっという間の1時間でしたけど、はい、北ちゃんどうでしたか。いやー、もうね、緊張して疲れたシンプル、うんうん、いやでも本当に楽しかったですね、うん、あっという間だったですね、ねえ、はい、まさかね、こう食って喋って飲んでっていうのができる1時間ってまあないんですけど、はい、まあ、たくさんのね、夏飯のアレンジも出ましたし、そしてリスナーの皆さんからね、たくさんのメールやツイッターでレシピもらってますから、この夏は乗り切れそうじゃないですか。そうですね、うん、まあね、これね、ありがたいのが夏ついてるということで、はい、秋、冬、春、これもうおかわり放送あるんじゃないですか、これ。ちゃうんじゃないの？うん、全力でスタッフさんに頭下げてきます。はい、ということで、皆さんからいただいたオリジナル夏飯、まだまだ紹介しきれてないので、はい、この後 TBS ラジオのね、こちらの YouTube、にて、ランペ飯デザート編と題しまして、生配信したいと思います。そちらでもね、いろいろと紹介していきたいと思います。はいはい、まあ、放送中もね、たくさん投稿していただきましたもんね。はい。そして本日の様子ですが、LDH オフィシャル、動画配信サービス CL で8月に放送されます。そちらの、番組ではね、裏側もチェック、撮影されているので、チェックお願いします。お願いします。YouTube を1週間アーカイブとして配信されているので、よかったらもう一回見に来たり、友達に教えたりしてください。はい。はい、ということで、皆さん、ランページのランページ、お相手は、ザランページの山翔と、吉野北斗でした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。